海と日本。八代海に面した芦北町で日本古来の漁を行う打瀬船を使った珍しい取り組みが進められています。海底を耕す海底耕運です。打瀬網漁で使う桁を沈め、風と潮の流れだけで船を動かし海の底を攪拌するのです。この日は打瀬船9隻、漁船20隻が作業に参加。およそ100ヘクタールの海底を耕しました。海底に溜まった、ヘドロとか有害物質を、の蓄積を拡散して、でそれにまた酸素を取り込ませて海藻類をの育ちやすくする。で海藻類が育ちますと魚たちも育ちますし、でエビとかも、土壌を張って移動するんですよ。で砂地に潜ったりしますので、海底の環境を整えるっていうことが目的です。やっぱりですね、昔のようにたくさん取れればそれが一番いいんでしょうけど、やっぱ年々数もですね、取れる数も少なくなって、やっぱりこういう作業やっぱ必要だと思います。この日は耕運する前と後の海底土壌をサンプリングして分析も行われました。この海底耕運は今後3年間にわたり計画されています。海水の色もちょっと濁ってるんですよね、もう全然3年前5年前に比べれば。で、まあ、いろんな影響があると思うんですけど、これが1回目なんで、もう本格的にするのはもうここからスタートして昔の海を取り戻そうと思いがいっぱいあります。海と日本。